東京中央美容外科高橋恵理子です。医学部を卒業した後2年間初期研修をして、その後2年間街中の総合病院で形成外科として後期研修をしておりました。2つの病院で研修をしたんですけども、すごく1つ目の病院は交通事故が多い地域の病院でしたので、その交通外傷の再建といった手術がすごく多かったです。で、もう1つの病院の方は乳房再建ですね、乳がんで胸を失ってしまった方の再建の手術がすごく多かったです。やはりこう細部までこだわる、こだわりですとか、より綺麗に傷を治すためにはどうした方がいいとか、あとはちょっとこう、そうですね、跡形が残ってしまった傷に対してのアプローチなど、そういうところがすごく生きてるかなと思います。はい、目の下のクマ取りと、リフトアップ、あとは助成器の手術が得意です。クマ取りの手術の時に気をつけているのは、まず患者様のご年齢がすごく大きいです。若い方だったらまだまだこれから出てくる脂肪もありますし、皮膚の状態もすごくいいので、しっかり取らせていただくんですけれども、50代60代の方以降であれば残ってる脂肪の量も減ってきていて、皮膚の弾力も落ちているっていうのがあるので、取りすぎるとへこんでしまうっていうのがかなり大きなリスクになってしまうので、そこはかなり慎重にさせていただいてます。まずは患者様に心を開いていただけるように、しっかりとお話をさせていただくことを大事にしています。施術を受けようと思った背景ですとか、いつからそれが気になってたかっていうのも聞くようにしています。あとは手術の前にデザインがすごく大事かなと思っているので、術前にしっかり鏡を見ていただいて、かなり細かく患者様の要望を聞くようにしています。で、やっぱりその理想に添えるところ添えないところがあるっていうのは、しっかりシミュレーションをしてご理解いただいた上で施術に臨んでいます。はい、私印象に残っている患者様は、退院で二重ですとか糸リフトをして満足いかなかった方に来ていただいて、すごくご満足いただいたことですとか、あとはクマ取りで多いんですけれども、術後1ヶ月2ヶ月経った後にすごくやってよかったですっていう風に言ってもらった時がすごく嬉しいです。例えば日々のスキンケアとか、ちょっと体にいいものを食べるとか、あまり日焼けをしないとか、そういったところが全てこう美容につながってて、皆さんコツコツとされてるのかなって思います。で、自力ではどうしようもないような、自力ではちょっと頑張ったけど難しいなっていうところを助けるの、手助けさせていただくのが美容クリニックの役割かなと思ってますので、男性女性ですとか性別とか関わらず、いつでも大歓迎ですので、患者様皆様の要望ご要望に沿ったご提案ができたらなと思っております。ご来院お待ちしております。